エグゼクフライト1526便墜落事故は2015年11月10日にアメリカ合衆国で発生した航空事故である。デイトン、ライトブラザーズ空港からアクロンエグゼクティブ空港へ向かっていたエグゼクフライト1526便が着陸進入中に墜落し、乗員乗客9人全員が死亡した。事故機の N237WR 事故機のブリティッシュエアロスペース BAe-125 から700A は1979年8月16日に製造番号257,072として製造された。総飛行時間は 14,948 時間で 11,075 サイクルを経験していた。搭載されたエンジンはハネウェルエアロスペース社製のトフ731から3であった。機長は40歳のコロンビア人男性で2015年6月4日にエグゼクフライトに雇われた。入社以前はアビアンカカーゴやヘラルピン、USA などで働いていた。2014年6月21日、機長は管制官の指示を無視して飛行を行ったとして強制措置が課せられた。是正訓練は同年12月24日に終了した。総飛行時間は 6,170 時間で、このうち 3,414 時間が機長としての乗務だった。HS-125 では 1,020 時間の経験があり、670時間が機長としての経験だった。ヘラルピン USA の発行した記録によれば、機長はホーカー800の訓練に参加しなかったため解雇されていた。副操縦士は50歳のイタリア人男性で、2015年6月1日にエグゼクフライトに雇われた。入社以前はスカイキングなどで働いていた。総飛行時間は 4,382 時間で、HS-125 では482時間の経験があった。スカイキングではボーイング737の副操縦士として雇用されたが、座学で暗記項目や重量、バランスなどの問題に対して苦労していた。また、シミュレーターではコールアウトなどにも問題があったため、オブザーバーとして実機に登場する機会が与えられた。しかし、その後もパフォーマンスは改善せず、飛行に必要な基準を大きく下回っていると評価されていた。そのため、副操縦士は5ヶ月ほどでスカイキングを解雇されていた。事故機は国内非定期旅客便として運航されており、2日間で7区間を飛行する予定だった。搭乗していたのは、ボカラトンに拠点を置く、ペブエンタープライズの幹部2人と従業員5人だった。事故前日の6時50分頃、事故機は、フォートローダデールエグゼクティブ空港を離陸した。ミネソタ州セントポール、ミズーリ州セントルイスを経由して19時55分頃にオハイオ州シンシナティ市営ランケン空港へ着陸した。事故当日はシンシナティ市営ランケン空港からデイトン、ライトブラザーズ空港、アクロンエグゼクティブ空港を経由してフォートローダデールへ戻る予定だった。11時33分頃、事故機はデイトン、ライトブラザーズ空港に着陸した。着陸後、パイロットたちは1526便として、アクロンエグゼクティブ空港へ向かう飛行準備を開始した。空港に提出された計画書ではデイトンを13時30分に出発し、計器飛行方式でアクロンへ向かう予定だった。13時49分頃、乗客の搭乗が完了し、14時13分頃に、滑走路20から離陸した。離陸後、1526便は 17,000 フィートまでの上昇を許可された。14時26分、パイロットはASOSからアクロンエグゼクティブ空港の気象情報を得るため周波数を設定し、視程10マイル、雲底線100フィートという情報を入手した。しかし、この時入力された周波数は誤っており、パイロットが得たのは、アクロンから西南に108マイル離れたオハイオ州、ランカスターのフェアフィールドカウンティ空港の気象情報だった。14時32分、インディアナポリス管制からクリーブランド管制と交信するよう指示され、パイロットは周波数を変更した。クリーブランド管制と交信を行った後、パイロットは滑走路25へのローカライザー侵入についての会話を開始した。14時33分、乗客がコックピット内に入り、侵入についての会話が一時的に中断された。副操縦士は、数分ならいても大丈夫だが、気が散ってしまうため出ていくように言い、侵入についての会話を再開した。最低降下高度についての議論が行われ、機長は473フィートだと答えた。1526便の飛行経路やけこげた1526便の残骸14時37分、自動気象通報によって、アクロンの気象情報が読み上げられた。同時刻、パイロットは、アクロン侵入管制との交信を行い、5000フィートまで降下する許可を与えた。14時46分、管制官は、小型機が侵入中であるため170ノットへ減速するよう指示し、3000フィートまでの降下を許可した。この小型機のパイロットは、MDA でようやく雲の下に出られたと報告していた。事故当時、空港付近では小雨と霧が報告されていた。1526便が3000フィートに達した時点で飛行速度は280ノットだった。副操縦士は減速するため着陸装置とフラップを展開した。これにより速度は125ノットまで低下し、P 近くが5度から12度まで上がった。機長は副操縦士にピッチ角に注意するよう警告し、副操縦士は推力を上げることで機首を下げた。14時49分、滑走路25へのローカライザー侵入が許可され、パイロットは MDA までの降下を開始した。機長は着陸前のチェックリストを行ったが、完了はしなかった。機体が2300フィート付近を通過中に、副操縦士は毎分2000フィートという高い降下率で降下を行った。これは、副操縦士が侵入中の高度が高すぎると判断したためと推測されている。この降下に対して機長は数度にわたって警告した。14時52分13秒頃、1526便は MDA の1540フィート付近まで降下したが、機体はそのまま降下し続けた。MDA に達した時点で、速度は推奨される速度より11ノット遅く、着陸復興を行うべきだったがパイロットは侵入を継続した。副操縦士は降下を止めるため機首を上げた。14時52分27秒、スティックシェーカーが作動した。この時の待機速度は98ノットで、ピッチ角は21度だった。5秒後には対地接近警報装置も作動し、さらに2秒後に最初の衝撃音が記録された。1526便は、左に傾きながら、電線に接触し、空港の北東 3.2km 地点のアパートに衝突した。墜落により、火災が発生し、アパートと車2台などに延焼した。当初、激しい火災により、機体に何人が搭乗していたか確認できず、少なくとも2人が死亡したと報じられた。後に7人の乗客が搭乗していたことが確認され、死者数が9人に訂正された。搭乗者のうち乗客5人は衝撃により死亡し、た1人とパイロットは煙の吸引や火傷などで死亡した。幸い、衝突したアパートや建物は事故当時いずれも無人で地上で事故に巻き込まれた者はいなかった。現場付近の8軒の家の住人は一時的な避難を強いられた。また、墜落時に電線が切断されたため、現場付近の地域で停電が発生し、数百世帯が影響を受けた。赤十字は、被害を受けた世帯の人々に対して炊き出しなどの提供を行った。警察によれば、墜落により、事故により11世帯が被害を受け、家を失った。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。NTSB は、当初、機械的故障が事故原因の可能性があると述べていた。事故機の運航重量は 14,276.92 ポンドだったが、重量計算には 13,815 ポンドの空虚重量が用いられていた。また、乗客は1人当たり200ポンドの体重としており、手荷物は1人当たり250ポンドとしていた。連邦航空局は乗客と手荷物の重量計算には、実際に計測した値に10ポンド足したものを適用するよう推奨していた。エグゼクフライトの担当者は、機内に測定用の重量計が載せられていたと証言した。NTSB は、離陸時の重量を再計算し、23,786 ポンド程度だったと推測した。これは、最大離陸重量の 25,500 ポンドを下回っていた。また、着陸時の重量は 22,286 ポンドであったとされた。これは、最大着陸重量を286ポンド上回っていた。1526便の最後の瞬間を現場付近の監視カメラが捉えていた。映像には機体が左に傾きながら低空を飛行しアパートに激突する様子が記録されていた。目撃者は機体のエンジンは作動しており轟音を発していたと証言した。連邦航空局の手順ではアクロンの進入管制官はパイロットが気象情報を入手しているか確認する必要があったが、管制官はこれをしていなかった。しかし、パイロットたちは自動気象通報によってアクロンの気象情報を得ていたため、この管制官の行動は事故に寄与しなかったと NTSB は断定した。現場から回収された CVR 空港への降下中、機体は298ノットという高速で飛行していた。これは1万フィート以下を飛行する際に定められている上限の250ノットを48ノット上回っていた。コックピットボイスレコーダーの記録によれば、パイロットがこのことについて話し合った様子はなく、速度超過に陥っていることに気づいていなかった可能性が指摘された。また、CVR によればパイロットは着陸進入に関するブリーフィングやチェックリストを行っていたが、どちらも完了はしておらず、いくつかの重要項目の確認も怠っていた。NTSB は、パイロットが着陸進入において、機体を適切に管理できなかったこと、標準的な手順を逸脱した複数の操作を行ったため、MDA を下回る高度まで降下し、機体が失速した。また、エグゼクフライトによるパイロットの雇用や訓練が不十分であったことや、FAA によるエグゼクフライトへの監視が不足していたことが事故に寄与したと結論付けた。この事故を受けて NTSB は13の安全勧告を発行した。事故後、エグゼクフライトは管制官のミスが事故原因だと述べ、同社の社長は管制官が飛行高度の監視を怠ったと指摘した。しかし NTSB は管制官の行動は事故に寄与しなかったと最終報告書で結論付けた。一方、同社の元パイロットの男性が NTSB の聞き取り調査で会社から虚偽の証言をするよう要求されたと話した。この男性は会社が重量などの飛行記録の改ざんを行っていたと証言した。エグゼクフライトの社長はNTSB の報告書に対してほとんど同意せず、実際の問題には触れられていないと述べた。ありがとうございます。